防衛省も、ついに、レールガン開発に22年努力を入れてきました。研究費を65億円との破格の予算を計上しています。今回は、このレールガン開発を詳しく見ていきますね。アメリカも断念しているのに、日本がどれくらいまで開発にこぎつけているのかもまた気になるところです。いやもう完成しているかもしれませんね。さらなる省電力化や軽量化を目指しているのかもしれません。2022年に入っても、中国海峡局の艦艇による尖閣諸島周辺の日本の接続水域への侵入は、やむことなく、1月9日までで13日連続を記録。同海域を管轄する海上保安庁、第11管区海所保安本部の巡視船による監視活動が継続されている。こうした中国海峡局の船舶の後ろに控える増強著しい中国海軍の存在もあって、日本の近年の防衛面の中心は、こうした南西諸島方面への対策に重点が置かれ、新たな部隊配備や装備の拡充が進められている。これらの中で、大きな動きだけでも、陸上自衛隊への水陸機動団の設置と、佐世保への配備、敷地対艦誘導弾の南西諸島への展開、海上自衛隊の護衛艦、出雲、や、加賀、の航空母艦化など、非常に多岐にわたっている。そうした最中、日本を代表する経済誌である日本経済新聞は、1月5日の紙面に、中国軍への抑止策として、防衛省が推進している次世代兵器、レールガンを取り上げており、軍事関係者以外にも、これが注視されていることを伺わせた。レールガンは、従来の一般的な火砲と大きく異なり、砲身から火薬の圧力によって砲弾を発射するのではなく、物理学でローレンツ力と言われる電磁気の力によって、砲弾に相当する金属を高速で打ち出す兵器である。日本の防衛省では、このレールガンの開発費用を、令和4年度の防衛予算の概算要求にも、2020年代中を目途に実用化する計画として、65億円を計上、新たなミサイル防衛の手段の一つとして推進していく方向のようだ。日本のミサイル防衛といえば、北朝鮮に象徴される従来型の弾道弾型ミサイルに対しては、イージス護衛艦が搭載する迎撃ミサイルに加えて、陸上から運用するイージスアショア導入ができなかった経緯がある。この時は、イージスアショアのブースター部分の落下地点の安全性が担保されないことが理由で白紙撤回されたが、それによって、2022年現在でも、海上自衛隊が8隻しか所有していない、貴重なイージス艦の行動は制約されたままだ。そうは言ってもそれを厭わなければ、従来の弾道弾型ミサイルに対しては対処が可能な体制にはあったわけだが、近年では単純な軌道の弾道弾のみでなく、北朝鮮側もロフテッド軌道の新型ミサイルを開発するなど脅威度は増加している。加えて、近年最も警戒すべき中国軍は、ロシア軍と同様に、極超音速兵器の開発と配備を進めてきており、これら、極超音速兵器は、音速の5倍以上の速度に加え、飛翔する軌道を変化させられるため、迎撃が非常に困難と言われている。こうした、極超音速兵器に対して、レールガンも、秒速 2300km、音速にして、約6倍の速度での砲弾の射出が可能であり、連続発射が伴えば、それらに向けた、有効な迎撃兵器となり得る点から注目されている。このレールガンの音速の6倍という速度を実証したのはアメリカ海軍でのテストであり、同軍では2005年より BAE システムズ社及びジェネラルアトミクス社と共同で開発を続け、
その中のテストで、その数値を記録したものだ。しかし、2021年5月に明かされた、アメリカの2022年度の会計予算案の中では、このレールガンについての費用は計上されておらず、これは、事実上、アメリカ海軍が、レールガンの開発を断念したものと解釈されている。レールガンの開発は、中国軍でも推進されていると見られてきたが、同分野の実用化に、最も近いと思われたアメリカ海軍が、それに予算を計上していないことは、同兵器の有用性に、大きな疑似が生じた少佐だと見る向きも多い。アメリカ海軍が、こうした動きを見せた背景には、レールガンがその原因、撃対象とした、極、超音速兵器の進歩に対して、射程距離において、大きく劣ることが、最大の要因だと考えられており、有効な原因、撃能力を発揮できないと、判断されたのだろう。これについて、日本の防衛省は、アメリカ海軍とは、真逆の判断を下したと言えそうで、こうした先進兵器開発の分野において、日本が、独自の開発に、目途をつけられるのか否かは、今後の兵器開発を占う上でも、非常に、大きな意味を持つ可能性がある。レールガンは、前述のように、電磁気の力によって、砲弾を射出する構造であるため、通電が容易で、かつ堅牢な素材の使用が不可欠であり、日本が持つ、そうした素材と要素技術をいかに融合させられるかにかかっていると言えよう。2021年9月に、日本の防衛省が公開した、令和3年度、事前の事業評価によれば、そこには、将来レールガンの研究というタイトルで、開発を目指す内容が謳われており、レールガンの位置づけを知ることができる。そこでの、レールガンは、敵の極超音速兵器に対する、対空迎撃兵器としてだけでなく、対地攻撃、対艦攻撃までも、視野に入れた兵器であるとされており、ある意味で、汎用的に、各種の用途に使用可能であることが、施行されているようだ。将来レールガンの研究では、まず、第一に、敵の極超音速兵器への撃をレールガンに求めており、イメージ図によれば、護衛艦に搭載されたレールガンが、VLS の対空ミサイルとの併用で撃能力の多重化を担うものとされている。ここでは、護衛艦に、従来の火砲の代替兵器として、レールガンを搭載し、理論上では、火砲の砲弾よりも、高速度で長射程となる利点を生かし、極超音速兵器の撃を担うもののようで、連射の速度が問われることになるだろう。続いて、対艦攻撃へのレールガンのプラットフォームとしては、極超音速兵器と同様の護衛艦に加え、陸上の車両への搭載イメージが描かれており、現行の人に、敷地対艦誘導弾等と似たような移動可能な車両での運用が想定されている。ここで興味深いのは、レールガンから放たれた高速度の砲弾は、目標とする敵艦艇を浮かせてすると表現されている点であり、それ以上の説明はないが、砲弾自身の質量とエネルギーによって、敵艦艇の無力化を狙っていると思われる。かつての第二次世界大戦時のように、艦砲での攻撃にさらされる恐れが減少した近代では、軍艦といえども装甲は薄くはなっているが、かなり軽量で小型である、レールガンの砲弾の貫通で艦艇を撃沈するのは、至難の業だとは感じられる。対地攻撃については、イメージ図への記載もなく、いかなる原理で攻撃に使用するのかも、不明となっており、対艦用途と同様に、策略を用いない攻撃方法を、起としているのか否かも含めて、防衛省側の構想は、
伺い知れない。こうした追加、対地攻撃用の具体的な有用性もさることながら、そもそも、レールガンは、膨大な電力を必要とする、構造上、既存の火砲やミサイル等と比較して、兵器として、確実な威力を担保できるかどうかが、課題となっている。新機軸を多用しすぎて、わずか、3隻の建造に終わった、ズムウォルト級駆逐艦や、この2022年に、ようやく、電磁式の並走用エレベータの全稼働によるジェラルド、R、フォード級航空母艦の本格運用に着手したと見られるのがアメリカ海軍だ。そうした苦い経験から、レールガンの優位性を見出せないと、アメリカ海軍は判断したものと思われるが、日本の防衛省が、研究、開発の継続を選択した理由には、これらをカバーするアイディアがあるのだと、期待したい。